皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語は超苦手な人の高校受験音読英語の20回目。今回はルックプラス形容詞、この形の英文について説明します。このルックというのはすでに学習していますよね。まず最初にすでに学習した内容、そして今回のルックプラス形容詞、そして似たような表現、次に短文音読、こういう順番で学習を進めます。このルック、ルックアットという形ですでに学習しています。ルックアットは何々を見るという意味でしたね。Look at me だったら私を見てください、こういう意味でした。で、例を見ると Look at that picture、 Look at that picture、 あの絵を見てと、こんな風に使いましたよね。で、今回は Look プラス形容詞です。 Look プラス形容詞、これは何々のように見える、何々のようだと、こういう意味を表す形です。じゃあ例を見て確認していきましょう。括弧1、 You look happy、 You look happy、 あなたは見えます。どんな風に見えるかというと、その後ろに形容詞が来て Happy のように見える。 Happy というのは嬉しいとか幸せという意味ですから、あなたは嬉しそうに見えます、あなたは幸せそうに見えます、こういう意味ですよね。ここの3つの例文では青線の部分が形容詞です。ですからハッピーの下に青線があるので、ハッピーが形容詞、こういうことですね。もちろん主語が三人称単数だった場合ね、ルックに S をつけて looks、 こういう形で使います。括弧2番、 He looks busy、 He looks busy、 busy は忙しいという意味ですから、彼は忙しそうに見える、彼は忙しいみたいだという意味が He looks busy なんですね。もちろん過去形にもなります。 look の後ろに ed をつけて looked、 こういう形にして括弧3番、 She looked sleepy this morning、 She looked sleepy this morning、 彼女は今朝眠そうに見えた、彼女は今朝眠そうだったと、こういう意味の文章ですね。ではこの3つの英文もう一度読んでみると、You look happy. He looks busy. そして She looked sleepy this morning. ね、こういう形で使います。これ、何々のように見えるという似たような表現。もう一つあります。Look like という形です。同じ look を使うんですけど、look の後ろに like というのがついていますね。Look like、 これで一組になっています。この like は別に好きとかね、好むという意味ではありませんね。ルックライクで何々のように見えるという意味を表す熟語になっているということですね。で、その後ろに来るのは実は形容詞じゃないんですよ。名詞または文が来ます、ね、ルックライクプラス名詞または文で何々のように見えると、同じ何々のように見えると同じような意味を表すんですね。ただ例文を見ると、 Mary is 24 years old、 メアリーは24歳です。But she looks like a student. でも she looks like、 彼女は見えます。どんな風に見えるかというと a student、 学生ですね。彼女は学生のように見えます。 look like の後ろには名詞の a student が来て、こんな風に look like の形は使うわけですね。よろしいでしょうか。では今度、今日を勉強した look プラス形容詞、これを入れた短い文章をここに作ってみました。まず私がこの英文を2回読むので皆さんは聞いてください。では1回目です。 My father was very busy last week. He looked tired this morning, but he smiled at me and said good morning. 2回目です。 My father was very busy last week. He looked tired this morning, butHe smiled at me and said good morning. こんな文章なんですけれど、まあ、ビルの日記の一部だと思ってくださいね。意味を確認しておくと、 My father was very busy. 私のお父さんはとても忙しかった。Last week, 先週と。He looked tired. 彼は疲れているように見えた。This morning, 今朝。But, でも、He smiled at me. 彼は私に微笑んでくれて
Answer good morning、 おはようと言ってくれたと、こんな意味の文章です。ここで音のところをちょっと気をつけておきたいのは、一番下の行なんですけれど、 He smiled at me のところ、これ He smiled at me とは聞こえませんよね。 He smiled at me、 smiled at me、 smiled at me で、この T とか消えてますよね。 smiled at me、 で後ろの部分も And said good morning、 こんなゆっくり発音していませんね。 Answer good morning、 Answer good morning、 こんな音になるので、この音の変化で、音のつながりもここで覚えちゃってください。では意味が分かったところで、皆さんこの英文を私と一緒に3回読んでください。3回、ね、お願いします。いきます。1回目です。はい。 My father was very busy last week. He looked tired this morning, but he smiled at me and said good morning. 2回目です。はい。 My father was very busy last week. He looked tired this morning, but he smiled at me and said good morning. 3回目です。はい。 My father was very busy last week. He looked tired this morning, but he smiled at me and said good morning. いかがだったでしょうか、ね、こうやって声に出して読むことで、音のつながりも一緒に覚えることができますね。意味の取り方だけじゃなくて、ね、音のつながりも一緒に覚えられます。そして読みながら意味を確認しているので、前から順番に意味を取ると、こういう練習にもこの音読というのはなっているんですね。さて、この下にこの英文に対する質問が一つ書いてあります。まず質問を確認しますね。1番で、Why did Bill's father look tired this morning?、ね、Why? ですから、なぜって。Did Bill's father? ビルのお父さんは look tired? 疲れているように見えたんでしょうか ?This morning? 今朝と、ね。なぜお父さん今朝疲れているように見えたのかと。ね、これ because で答える文章として、ここに穴埋めをするような形になっています。なぜ疲れたかというと、その一番上の行で My father was very busy last week とビルが書いているので、 because、 この My father の部分を he に書いて、彼は He was very busyLast week. Because he was very busy last week. Because he was very busy last week. こう答えればいいわけですね。では、一度ね、私がこの質問の文章を読むので、皆さんは答えの部分、私と一緒に読んでみてください。いきます。Why did Bill's father look tired this morning? 答えは、Because he was very busy last week.、ね、Why did Bill's father look tired this morning?答えは Because he was very busy last week、ね、こうなりますね。今回は Look プラス形容詞で何々のように見える、こういう文章について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。